佐藤淳二郎、1990年生まれ、秋田県在住。作品の画像とともに紹介します。展示作品についての説明です。作品は、A4 サイズのルーズリーフに、鉛筆で描かれています。紙の裏表に描かれています。紙に描かれているのは、佐藤さんが考えている架空のサイボーグの絵と、細かな設定などを説明する文字などです。制作についての説明です。中学生の頃から書き溜めた、空想のサイボーグジョバンニにまつわる一連の詩編を、佐藤さんは常に持ち歩いていました。ジョバンニは当初、人類を滅ぼすことを目的に作られたけれど、やがて他者からの愛を得たいと感じるようになっていくという背景を持った、佐藤さんの作品の主人公です。SF に造形が深い、佐藤さんは、既存のアニメや小説作品ともリンクさせながら、頭の中で物語を編み上げてきたのです。名前の由来は、宮沢賢治の銀河鉄道の夜の主人公から取られています。佐藤さんは、自らの経験や思いを一連の表現に込めていると言います。その点、ジョバンニは、作品というよりも、佐藤さん自身の思想が色濃く現れた、分身という言い方が合っているのかもしれません。画像で紹介した作品のタイトルは、In Perfect Daemon、ジョバンニ、ハイドラー、ターミネートルとなるもの。制作年は2004年からです。